ちは、ドクトレーナー翔吾です。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンでは楽しくやらせていただいてます。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談のもやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、今日はですね、お散歩中に多いトラブル事故3選ということで、まずですね、1つ目はお散歩中の飛びつき、もしくは、噛んじゃう交渉事故ですね。これ結構多いと思います。日本の場合は特に、道幅が狭いんですよね。なのですれ違う時っていうのは、できれば相手とすれ違う時にワンちゃんがいて、で人が通るっていうところをすれ違うんじゃなくって、できれば人が右側から来るならワンちゃんは左側だから、ワンちゃんとすれ違う人の間にちゃんと飼い主さんが入るようにするっていうのが一番いいんじゃないかなって思ってます。なんでかっていうと、パッて飛びつこうとした時に一番多いのが、やっぱりワンちゃんがすれ違う人側にいた時にすれ違いざまに飛びついちゃう、すれ違いざまに噛んじゃう、これが一番まずいんじゃないかなと思ってます。噛んじゃうのはもちろんまずいんですけども、うちの子すごい人が好きで飛びつくんですって言っても、それでやっぱりね、相手が倒れちゃうとか、あとはね、怪我しちゃったりしても大変ですし、お散歩してる人みんなが絶対にワンちゃんが好きとは限らないので、うちの子はすごい友好的なんだよっていう子でも、飛びついちゃう癖がある子はちょっとね、気をつけてやった方がいいかなと思いますので、必ずね、すれ違い時はリードを短く持って、間にいる人がちゃんと入るようにね、してあげて、安全にね、すれ違いができるといいんじゃないかなと思ってます。2つ目ですね。2つ目はお散歩中、もしくはお散歩の場所に着いた時の車の乗り降りの逃走事故ということで、車からね、乗る時とか降ろす時に逃げちゃうって結構あって、でそれで知らない人追いかけちゃったりとか、ね、吠えちゃったりとかすると、それもまずいんじゃないかなって思ってます。1番が、車でお散歩する場所に連れて行った時に、車の中でリードがついてないっていうことがあって、着いた時に現地でつけようって思う方もいらっしゃると思うんですけども、例えばつけたつもりで、ドア開けちゃったらまだつけてなかったりとか、あとは、つけようと思ってドア開けた瞬間飛び出して逃げちゃったりとか、そういったこともね、出てくるんじゃないかなと思いますので、必ずね、首輪もしくはハーネスですね、リードをつけた状態で車の乗り降りをさせる。ワンちゃんのシートベルトみたいな、そのリードでもカチンってつけられるやつもあって、その時もそれを外してリードに付け替えるんじゃなくって、リードをつけてからそっちを外すようにする。なのでリードついてる状態でちゃんとそれを手首のところに輪っかも通して、もうこれで外したところで絶対逃げませんよっていうのをちゃんとね、確保した上でやらないと、先にね、外しちゃって付け替えて、付け替えようと思ったら逃げちゃってっていうこともあったりします。なのでその付け替え中の逃走ですね、そういったものも気をつけていただけたらいいかなと思いますので、特にね、広いところでロングリードで遊ぼうと思った時も、付け替えの時の逃走っていうのは結構あって、ちゃんとロングリードをつけてから普通のリードを外す、普通のリードを外してからロングリードつけようと思って何もついてない瞬間ができると、その時にね、暴れたりとか、もしくはね、猫ちゃんとかワンちゃんとか何か気にして去っていっちゃうと、その時にね、逃げちゃう可能性ってありますので、皆さんもね、気をつけて、ワンちゃんとのお散歩を楽しくね、していただけたらいいんじゃないかなって思ってます。3つ目ですね。3つ目は犬同士の挨拶中やすれ違い時の、ワンちゃんの交渉事故ですね。犬同士のね、これね、お散歩中にもちろんね、ワンちゃん同士でこんにちはってわーってワンちゃん近づけてくるっていうのも本当はよくありません。なんでかっていうと、うちの子はすごい友好的なんですって言っても、相手の子がなんだかわからないし、で相手の子がもしね、ワンちゃんすごい怖がる子とか嫌がる子だった時に、噛んできた時にうちの子も大丈夫って言っても、噛まれたらもしかしてやり返すかもしれないし、やっぱお互いにね、喧嘩しちゃったりすると、それは飼い主さん同士も不快ですよね。なので知らないワンちゃんに対していきなりわーって近づけたりしないようにするっていうのと、あとですね、こんにちはって挨拶したりするのも、まあ知ってる子ならいいと思うんですよ。いつもお散歩してて分かってるよっていう子ならいいけども、やっぱり初めての子の時は気をつけなきゃいけないし、で一番はやっぱりね、すれ違う時ですね、うちの子他のワンちゃんに対して向かっちゃうよとか行っちゃうよって分かってる方の場合は、無理して近くをすれ違うんじゃなくって、ちゃんと距離を取ったりとか譲り合いとかをねしていただけると安全にできるんじゃないかなと思いますので、ぜひねそんな風にしていただけたらいいんじゃないかなって思ってます。はい、ということでね、まあ、日本のね、道路っていうのは、まあ、やっぱり道幅もそうなんですけど、やっぱりそんなにね、広くないんですよね。なのでどうしてもね、道幅があんまり広くないから、すれ違う時って人と近くなりがちなのかなと思っていて、でお散歩中で本当に危ないなと思った時には、足を止めてリード短く持って端に寄っていただくのが一番いいかなと思っていて、いけるかなと思って無理にね、歩きながらすれ違った時にやっぱり何か起きちゃうことって多いんじゃないかなと思いますので、ぜひね、ワンちゃん好きな方ばっかりじゃないと思いますので、そういった方の気持ちも考えながら皆さんでお散歩配慮してやってみてはいかがでしょうか。
後で。